きを作るぞ。おたふくだ、まずパッケージを開ける。ポーン。ゴソ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 、すごいなんか出てきたよ。山芋はこれでいい。とろろか。うん。山芋。粉を入れるぞ。お好み焼きのパウダーだ。うん。そして。水を入れるぞ。ガバーッ。よし、入った入った。すぐに、何かを入れる。天かすを入れる。天かすだ。混ぜるぞ。ぐる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 。卵が。よし。ネギとキャベツか。キャベツとネギを入れた。かき混ぜる。いや、きついこれ。すいません。皿が邪魔だ。頑張れ。もうちょっとキャベツ。かいちゃん、頑張れ。頑張れ、かいちゃん。ぐる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 。頑張れ。なんかねっとりしてきたよ。よし。開ける。はい。パーンって。あ、すごいさ。臭いな。いくぞ。ちっちゃいの2個作る。そしてから足す。うん、でくっついちゃいそうだ。あとなんか1ミリぐらいだよこれ。豚バラだ。とりあえず2個だ。関西人に突っ込まれそうじゃない。ちゃうわくんねん。めっちゃ関西じゃないんだけどな。うん、お好みなんだが好きに作ればいいかも。たとけ。ちょっとね、もうちょっと弱くして弱くして火。ま、中間ぐらいにしとくよ。うん。これはいちごのコーラだ。今日買ってきた。いちごの匂いがするぞ。味もだ。目玉親父の声に似てるって言われたんだよね。おい、来たろ。違うか、うまいか。俺か。そうじゃない。おい、来たろ。おい、来たろ。強がれそうだね。違う、確認してから。確認したから。あ、うん、おお、
うまいうまい、かいちゃんうまい、かいちゃん。あれ、強いんじゃない？いや、中間だよ、これ。しかも、あれ、あの、温度が熱くなったからさ、あれ。ふっ、あ、なんかちょっと。重なってるやんって。いや、修正すればいいでしょ。くなっちゃうか。もう、温度高くなったから、もう、切れてるよ、これ。油ひせえとか言って。油が切った。油つかなくていいよ、これ。うん、このホットプレート。キューツが手にひんやい。お好み焼きなんだから、お好みなんだから好きに作ればいいんだよ。いいんだよ、お好み。ふたしてふた。ボンボン。カツオ節なんかプツプツいってるよ、プツプツ。カツオ節持ってきた、カツオ節。どこあんの？え、一番下の引き出し。わかった。カツオ節だ。これカツオ節じゃないじゃん、これ。キリカでしょ。カツオ節っておかかって書いてあるやつでしょ。あ、なんか。なんか狭い。卵焼きっぽい。なんか卵2個多かったんかな。めちゃくちゃ入ってる、かつお節が。ドーン。マヨネーズは持ってきたんじゃない？マヨネーズ。マヨネーズ。あっち、あっち。マヨネーズ、マヨネーズ。これ絶対1個に卵2個、卵焼きみたいに匂いしてきたよ、これ。けえ、どっちがこれ上？あ、なんだ。あれ、止まってるみたいな。いや、おい、おい、うん、関西人突っ込まれるかもしれない。人間突っ込まれる。これだから、あえてバカみたいに切るのがいいの。え、これ四角やん。いや、関西人に十字型に切るとかじゃね。ピザや。
ピザやんとか。好み焼きなんだから。くねくねいっちゃうわ。だ火全然足りてなくない？そうフルマックスだよ。うんうん。まあどんどん。フルマックスで温んだよこれ。まあそのうちピッツ行ってくるよ。行ってきてんの。バカみたいに作る。よし。あれで今いいからいいからね。どこにすんの。いいの。よし。これに。焼けてきた。プツ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 。これの宣伝しねえこれ。宣伝したよ。あのもう一回今一度。もう一回言うが、これはコカコーラのいちご味だ。いちごの匂いと味がするぞ。ぜひ飲んでみてくれ。いいか。うん。いくぞ。ソースビーム。マヨネーズは？ソースビーム。早く来て、あるよ。マヨネーズあった？あった？マヨネーズ。だんだんそれっぽくなってきたじゃん、これ。ねえ。ねえ、こんなんとか言っときながらさ。関西人のツッコミも言っときながら。こう。マヨネーズかけないの？マヨネーズあるから。で。足りないじゃん。1個だけ簡単に作ってきたらいい。マヨビーム。これたこ焼きじゃない？マヨネーズつけるの。ほんとなんか。お好み焼きも作れるでしょ。なんで青のりがさっきそこにあったやつ。あ、これだ。そんな持ち方したら。青のりビーム。ほら、完璧にできる。いいか？四角やんって。いやー。いやいや、だってちょっとパチパチ。完璧じゃね、これ。どやーって言って、どやーって。どやー。どうだ、どうだ、どうだ。それではいただく。それではいただく。もう俺のこれが目玉をやる。Juju.